こんにちは。ということで今日は親友と親友と一緒に駒沢大学の駅で降りて、で何ここ、駒沢自然公園の中にある何オリンピック競技場、駒沢オリンピック競技場に来てます。わろたすごい嫌がられてる、親友にせっかく来てやったのに嫌がられてるっていう、この状況を誰か説明してもらえますか。ということで今日はセレスト対ジェフですねの試合いきたいと思いまーす。こんな感じで、あの奥のやつっぽいよね。そこまでしていい、あっち行ってみる、そこからも行ける出た。優柔不断、優柔不断の友達と来てます。今日優柔不断といえば〇〇です。鳩がいます。鳩がいます。すごい秋、紅葉です。完全に紅葉を見に来た感じになっていますが、サッカーを見に来ました。ジェフっぽい人もセレストっぽい人も誰もいません。合ってるのかな。とにかく花火は禁止だそうです。到着してないし、全然到着しました。あ、え、どこ入り口、え、すごい広いんだけど、ウケる。あと映らないようにしてあげるから、どいて、こんな感じ、なんかすごい広い広い、はい、すごい広い、これなんだよね、きっと。じゃん、多分これです。なんかいろんな、なんていうの、運動施設なんですね、知らんけど。すげえ風、こんな感じ、すげえ風。あ、まるちゃんいるのね。あとは船田さん、ホテル今から入ります。チケットは親友が手配してくれました。黙りがちゃ、行ってきます。はい、今行ってきました。サイちゃんがあの時明けの先輩です。すごいお世話になって、だいたい迷惑かけてます。行くよ、全量1です。少なく見えちゃうよね、広いから。 iPhone12 のね、ミニに変えたからね。画質いいよ、知らんけど。なんか自分でこいつ、ちょっと自分でこの人撮ったくせに席が近すぎるって言って怒ってます。ということで今日は最前列で、なでしこリーグの最終節でしょ、今日観戦したいと思います。あるみたいです。さて前半終わりました。 2-0 で今はジェフがリードしています。
友というのは、武家学園の親友でした。ということで後半にも期待したいと思います。楽しいです。ちょっと寒いです。あ、入ってきてるのかな自分から。YouTube これ映さないんだよね。絶対映すからね。お前自分から入ってきたから絶対映すからね。残念です。なんか前髪割れてるみたいな。こういう韓国アイドルじゃない、なんかいるよね。いるいる。謎。どうぞご視聴をご覧ください。盛大な拍手をお願いします。セレモニーがね行われるんじゃないかなと思います。はい、最後ねびっくりしたけどね、オウンゴールでちょっとジェフ勝つかなと思ったらセレス追いついて参りました。追いついて参りました。ということで引退セレモニーも撮影して帰ろうかなと思います。本日をもって梅田プロレスリーグの全日程を終了です。全日程をね終了ね、はい、この後この後ねチーム、はい、終了セレモニーを行いたいと思います、はい、です。私は何もしません。以上です。こんな感じでセレモニーがまたこれから前に2戦に戻って、このプロレスラーにさらに高めて、そして新たな人生の中でまた成長を行います。本当にお疲れ様でした。それではまた。それではまた。はい。というわけで、今日はジェフ対セレッソの試合を、見てきたわけですが、なんかジェフは男子もあるからもっ
とそのホームゲームなんか盛大にねやってるかと思ったら意外とシュンとしてるイメージでした。この前のなでしこ2部の十文字対エルフェンの方が結構なんかすごい、なんていうんだろう、キッチンカーあったりしたのでなんか意外だなと思って今日は帰ります。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また更新します。バイバーイ。